ようこそお越しくださいました。私も一昨日のニューヨークプレミアで初めて映画を見たんですけども、もう本当に感激してて、まあ、昨日帰国したんですけども、今日本当に皆様に見てもらえるのがもうすごく楽しみです。世界中から1500人のファンの方が集まっていて、雪だったんですけど、もう熱気で本当に寒さを感じないぐらいの、改めて、あ、なんかこう超大作っていうものに携われたんだなっていうような、改めてこう緊張感が生まれた感じでした。大変恐縮ながらこのような場に立たせていただけて本当に感動しています。予想以上の迫力に圧倒されました。劇中で、そうですね、良いか悪いかって言ったらちょっと悪い役を演じていたので、ちょっとこう意地悪な感じに見えるといいなと思って、スーパーマンを意識してネイルも塗っていただけて、本当に普段このような格好をすることがないので緊張します。もう私本当にスポーツがダメなので、もうこんなに小さい体であんなに素晴らしい成績を残せてるってことにもう本当に感銘を受けてますし、今日本当にお会いできてすごく嬉しいです。もうこういう映画とか 見られますか？はい、映画を見るのは好きなので、はい、DVD を買って見るようにしてます。はい、世界を股にかけてご活躍されているタオさんに私もお会いできてとても嬉しいです。ありがとうございます。私もタオさんみたいに凛としたかっこいい女性になれるように、いろんなことに挑戦して頑張っていきたいと思います。今回はワンダーウーマンという女性のスーパーヒーローも登場して、男の子っぽいスーパーヒーローの映画にこういう強い女性が出てくるってところが私的にはすごく見どころなんじゃないかなと思って、そこを楽しんでいただければ嬉しいなと思います。どちらが勝つのか世紀の対決を楽しみに見たいと思います。もう本当に想像がつかないぐらいの本当夢の対決で、人類が全員が楽しみにしているんじゃないかなと思っております。私的には最後は握手で仲良く終わってほしいなって思ってます。もう本当どっちもファンだったんで、このお二方がついに戦ってしまうと、ちょっと見るのが怖いです。いや、僕はすごく楽しみですね。この作品でバットマンとスーパーマンが一つのスクリーンで見れるっていうのがすごいワクワクしてます。僕はバットマン派です、ね、おー、同じだ。マスクをつけてるヒーローの方が好きです。私としてはこうぜひ同じ 人類としてバットマンに頑張ってもらいたいなと思っております。今回のこのスタイルはもう一人のワンダーウーマンという感じで姉が選んでくれました。どちらかというと姉の方がワンダーウーマンに似ているとよく言われるんですが、まあどちらが勝つか、僕はじゃあバットマンで、なんでですか？いや、やっぱり知恵でね、人間はこうやっぱりやっぱ対等には戦えないってなった時に、はい、アイディアを練るじゃないですか、はい、バットマン の、うん、戦い方っていうのに期待したいですね。なるほど、ちょっとスーパーマンがアホみたいな感じで言ってますけども、スーパーマンはアホじゃないですか？アホじゃないですか？一生懸命ですよ。個人的にはスーパーマンが好きなんですけど、派手さで言うと人類代表としてはバットマンに勝ってほしいかなって思ってます。もともとはやっぱ人間じゃないからスーパーマン勝つかなと思ってたんですけど、ちょっと人類代表になってくるとやっぱ地球滅亡はちょっと避けたいんで、バットマンに勝ってほしいなっていう感じです。私見たことがないんですよ、バットマンの映画を。なので本当まっさらな気持ちで見るので、それがすごい楽しみですね。どういうバットマンがどういう人かとかスーパーマンがどういう人かっていうのを全く知らないので、それが逆に面白いのかなと思います。せーの、スーパーガールズです。よろしくお願いします。私個人的にすごくバットマンとスーパーマンの映画をずっと見ていたので、今回 VS ということですごく作品自体も楽しみに待っていたので、どういった対決になってどういう結末になるのかがすごく楽しみです。ずっと待ってた映画なんでとても楽しみです。もちろん